はい、どうも、こんにちは、こんばんは、ラウンズでございます。今日はですね、質問コーナーでございます。はい、先週はですね、長崎の方に行っておりまして、まあ質問コーナーなかったんですけど、今週はね、質問コーナーやっていこうかと思います。はい、ということで噛みやすいな今日。はい、ということで、まず一つ目の質問いきたいと思います。ラウンズさんは松木には行かないのですか、という質問が来ております。松木というのはね、もう大分に住んでる方ならわかるんですけど、釣り具屋さんです。で、釣り具屋さんで、1店舗だけじゃなくて、大分市内に1店舗で、別府市内に1店舗で、また肘だったかな、確かまだ3店舗あったはず、っていうぐらいの記憶しかないんですよ。もうちょっと間違ってるかもしれないけど。で、その、まあ、松木には行かないのですか、という質問なんですけども、あんまり行かないですね。行くとしたら大体年始か、初売りセール周りで一緒にこう回るぐらいな感じです。なんで行かないかって言われると、まあ単純に家からちょっと遠いというところですね。で、あの辺すごい混むんで、で、閉まる時間が夜8時だったか9時だったかぐらいなんですよ。他の、例えば三平とかポイントは早いか、あと ING だと大体夜10時までやってるんですよ。だけどね、松木は確かに8時か9時ちょっと早くて、で、ポイントも8時だったかな、平日が8時で、確か日曜日が7時とか、なんかそんぐらいだなんですけど、だから閉まる時間早いですよね。こう混むじゃないですか、三吉のところに。行く人分かると思うんですけど、夕方混むじゃないですか。で、しかもこうね、入りにくいっていう感じなので、ちょっとね、あんまり自分はね、行くことないかなと。やっぱ一番行くのが ING か三平かのどっちかですね。三平なんかほぼ毎月に近いぐらいセールやってるんで、まあ、ちょいちょい見に行ったりとかっていうのが多いんですよ。松木もちょっとセールやってるか分かんないです。ちょっと会員なんかね、会員のあれがあったんだけど、多分もう切れてるから、あんまりこう行くことないですね。ポイントもたまに行きます。ポイントは中古の竿とかね、置いてるんで、それをメインで見に行ったりとかね。はい、まあそんな感じですね。まあちょっとあんまり松木にはね、まあ、家から行くにはちょっと不便な、ところがあるので、ちょっとそっちの方に行かないかなといった感じでございます。はい、ということで、2つ目の質問いきたいと思います。2つ目の質問ですね、これはね、質問コーナーのコメントなので、ちょっとなんか途中なコメントになってますけど、僕もマスターチューン椅子を持っていて、ガイドが緩むから強みに固定したら収納時に戻らなくなりました。力で戻そうとしたら1番が折れてしまい、トラウマになっています。多分ね、ガイドがなんかこう自分をギュッとすると、なんかね、硬くなって取れなくなったみたいな。でも普通にやるとなんかちょっと緩んで回るみたいな時の、なんか話の時ですよ。で、続きが、それ以降、シマノの竿は買うのをためらっています。最近の、竿の X ガイドも同様な状況なのでしょうか、という、質問ですね。まあ、最近、まあ、一応最近かな、はい、ここに持ってきましたのは、ファイヤーブラッド、デクストラルでございますね。デクストラル、はい、現行品ですね。くるくるシートになってるのが2代目3代目で、で、ちょっとこのマットラバーコーティングじゃないけど、このマットラバーのこのこう線が入ってるのが、まあ3代目ですね。入ってないの、ここにツル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 じゃないけど、それが2代目と、はい、いった感じでございます。一応このシマノの X ガイドでは一応最新の X ガイドが入ってるかなと思うんですけど、まあ、最近の話で言うとね、この X ガイドの、例えばこのガイドのこのリング径が大きくなったじゃないですか。 20% とか 25% か、初期の X ガイドに比べてね、ま、このリング径が大きくなったじゃないですか。それぐらいの時からは分かんないけど、このこう伸ばすでしょ、先端伸ばしてギュッて止めるじゃないですか。これの、ガイドが回りにくくなったのは確かです。初期の頃の X ガイドだと、臨海スペシャルとかの辺だったかな、1個前の
もう1個前のだったかな。もうちょっといろいろ混乱しちゃってるよね。臨海スペシャル、うん、だったと思うんだけど、あの辺とかはね結構こう回ってたりしたんですよ。いやあれ初期だったかな、ちょっと覚えてねえな。うん、でも最近のこのリング系が大きくなったぐらいの、多分ねそれでそのリング系が大きくなった改良されてるけど、おそらくこのここの止めね、この止めの部分もおそらく改良されてます、初期の頃に比べたら。初期の頃は本当ね、こう竿を伸ばすじゃないですか、こうやって伸ばして、あの普通の何だろう、今まで使った IM ガイドみたいな感じでこう同じ力でキュッと止めるでしょ、こうキュッキュッでこう伸ばして、こう少しこうスッとこうスッとこう入れるでしょ、入れるっていうかこう伸ばしてこう固定するじゃないですか。でこれで使ってたら、まあ、特にチヌーとかかな、でもこう結構場所によっては、ね、特に5号地なんかちょっと円筒気味で投げると、で竿も柔らかいからグニャンスパーンってこうなるでしょ。で多分この辺のねラインの通る衝撃というかラインの放出の抵抗とかあるのか分かんないけど、結構ねいつの間にかガイドがちょっとねぐるっとこう90度回ってたとかしたんですよ。あ、でもチヌザオ持ってくればよかったのか。ちょっとチヌザオに帰るわ。持ってきましたるは、シマノの、極小好調クロダイですね。2020年発売モデルなんで、これもまあ最新ですよね。さっきのグレーの竿に比べるともうワンランク最新じゃないけど、あのデクスワラは2019年秋発売なんでね、こちら2020年の3月発売なんで、一応こっちの方が新しいかな。ガイドとしては一緒だろうけど、はい、もうさっきのね、まあ、チヌの話ならチヌの竿にちょっと変えたんですけど、でこのね X ガイドね、 X ガイドこうグッと伸ばすじゃないですか。で、この X ガイドに関しては本当ね、初期の X ガイドに比べると多分こうリング系が本当ね、さっきから言ってるちょっと大きくなった分から、多分このリング系は大きく改良され、プラスこの中の部分の構造も多分ね変わってると思う。これガイド抜かないとさ、中のあれがちょっと全然見えないんで分かんないんだけど、うん、全然分かんないわ。でも前に比べたら回りにくくなりました、間違いなくね。初期の頃は本当あったあれみたいな。でましては5号地のテトラでやってるでしょ。でテトラだからさ、この穂先のさ、この辺がさこうまっすぐなってるのに1個だけさこうちょっと90度回ってるみたいな、それ修正するの大変じゃないですか、テトラの上で。だからそういうのもあってなんか嫌だなっていうのがあったんですよ、もうこの質問されてる方じゃないですけど。でその回らないようにじゃあね、このここ時点でギューってこう力を入れるじゃないですか、当然回らないですよ。そうすると回らないんだけど、ただこの収納するときにめちゃめちゃ硬いね、固着して。でこの固着の部分をこう収納するのにすげえ気使ったっていう自分も記憶があります。で特にこのねトップガイドね、今このトップガイドあるじゃないですか、でここの大体2番目か2番目っていうのかな、2番目か3番目っていうのかな、この辺が特に回ってたんですよ自分の場合。そのたんびにね、修正するもしくはギュッと、まあ、途中からも本当ギュッとちょっとね強めに力入れてやってたんですけど、強めに力入れるとこの収納するときにマジで硬くて、ここはだからそれも自分ありました、経験上。だからこうここでこう本当ね、こう長く持っちゃうとさ、この隙間ができるから、ガイドのこのギリギリこの辺、本当にこのここら辺を持ってこうやってクーってこうって入れてましたね。ギリギリだったらもう折れないですよ。この辺のトップクラスになってくるとね、大変だけど、もうそれでもうなんとかかんとかねやってました。で X ガイドは確かに、ね、なんていうのかなカーボンっていうのかな、だからあんまりバンバン叩くと、 IM ガイドはもっと基本的にはそのチタン、この下にあるねこの銀色、この辺はチタンガイドっていうのかな、だからいいんだけど、この上の部分に関してはカーボンだから割れちゃうんですよね。下は単純に言うと鉄だからさ、割れることがない、曲がることあっても割れることないみたいな。で上はカーボン、分かりつくと なんでプラスチックみたいな、プラスチックではないんだけど、プラスチックみたいな感じだから、あんまり叩きつけてるとこのパキッて割れちゃうんですよ。割れたら多分ね、こうプラスチックボール、まあ以前自分 ありましたからね収納してる時にパキンって割れたみたいなのがあるんで、そのプラスチックっぽい感じなんですよ、カーボンだけどね。だからこう
前に比べれば全然改善されたと思います。ちなみに台湾のトーナメントとか台湾はならないんですよ、最初からあんまりに。でも芝野は最初期ありましたね。他のグレザオはちょっと全部使ってないので分かんないですけど、今のところ多分自分の感覚的にですよ、感覚的にこのあのリング径が少し大きくなりましたっていうところぐらいね。あとこのあれか、この一番トップのここが少しこう、もともと90度だったじゃないですか、それがこう少し斜めになりましたっていう、その時ぐらいからおそらくちょっと初期の頃に比べたら改善されてると思います。まあ今の方が安心していいのかなっていう感じですかね。とはいえあの IM に比べるとまあなるのはなるかと思います。絶対ではない、なりにくくなった、その固着っていうのかな、ずれにくいっていうのは初期の時に比べたらかなり改善されたけど 100% ではないです。うん、まあでもね、全然まあ IM に近いぐらいの感じで今のこのあれは使えるんじゃないかな。台湾はならないんだよね。台湾は多分その最初からね、なんかそういう改善をしてる状態のなんだか AGS っていうのかな、それはなんか全然なんかならないんですけど、シマの初期の子になりましたので多分今は大丈夫かなと思います。まあ保証はできないです、保証はできないけど使ってる限りでは大丈夫かなといった感じなので、まあ安心していいんじゃないかなと思います。はい、ということで、今日は以上でございます。またちょっともう年末なんで、ちょっと来週ちょっとまた質問コーナーできるかちょっとわかんないですけども、またねコメント書いていただければちょっと順番にね読んでいってるので、聞きたいことがあればあのコメント欄の方に書いていただければと思います。はい、ということで、今日は以上です。ご視聴いただきありがとうございました。今日は釣り系です。シマノです。じゃあねー。